トラバンチャンネル。それでは大竹投手です。よろしくお願いします。今日本格的にブルペンでピッチングというのはキャンプに入って初めてだったと思うんですけども、感触などはいかがでしたか？なんかやっと野球できるなというか、なんか1月とかもあまり投げれてなかったので、はい、なんか陸上部みたいになってたので、やっと野球できるというか仕事できるというか、そういう喜びはすごいあります。本当に一日一日良くなっていってますし、はい、なんか横ばいだとちょっと不安にもなりますけど、はい、すごく改善していっているので、しっかり開幕には間に合うんじゃないかなと思ってます。箱を使って、調整といいますか、ピッチングもしてましたけども、そのあたりの意図をお聞かせいただけますか？勝手にテイクバックのタイミングとか、あれを乗り越えて投げなきゃいけないんで、テイクバック遅れると投げれないんで、そう勝手になるように環境要因を作って、はい、テイクバック早く上げようとかで意識してやるんじゃなくて、勝手にそうなるっていうような、そういうなんていうんですか、環境要因を作るっていうのは、日ハムの伊藤投手とかもなんかこの間ハードル置いてやってましたけど、多分同じようなイメージだと思います。昨年とは違う期待だったり、
まあ、責任であったりそういったものも感じますけど、自分自身が自分に期待してしっかりその1年目できたってことを自信にして前向きに取り組んでいければ。
れ様です、皆さんの趣味、いろいろ、聞けてよかったです。皆さんの推しの選手を次は教えてください。お願いします。